バニラスカイ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイ、皆さんありがとう。嬉しい要望にお答えいたしまして、ゲストシノン。こんばんは。こんばんは。早速ですけど、ちょっと今日は嬉しいメッセージいただいてたのでね、お読みしたいと思います。ようこさんにモノマネ上手なシノンちゃん、はじめまして。 FM ギノワン毎週木曜日の夜9時からの2時間番組、仮想ラジオバーひふみずバーをさせてもらっているマスターことひふみです。ごっくんちょ。バニラスカイは毎週欠かさず聞くようにしています。最近はようこさんとシノンさんの仲良し親子ぶりにほっこりしています。コロナ禍が落ち着いたらぜひ沖縄に来て僕の番組に親子で出てください。実は自分趣味で花本もやっていまして、いろんなアーティストさんがゲストでいらした時には生演奏でコラボさせてもらったりもしています。みんな大変なこの時期ですが、せめてラジオだけでも明るく楽しい時間をお届けしたいですね。ではでは、この辺で冷やみかち東北首里城すべての被災地ということで、ひふみさんありがとうございます。メッセージありがとうございます。びっくりびっくりだよ、はい、ラジオのメッセージ越しに出演のオファーいただくなんて初めて。ありがとう。しかもさ、親子でって、うん、もうさ、今までさ、こうちょっと気分気分で出てたでしょバニラスカイラジオね、うん、ぶっちゃけもう今日ちょっと忙しかったしな、今日は出ないかなみたいな感じだったでしょ、しーちゃん。いやいやいや、そんなことありませんよ。ほぼちゃんとレギュラーとして全うしないといけないというね、皆さんのおかげです。うちの子が成長できました。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてさ、ひふみずバーは私たちの後の放送時間じゃないですか、うん、ねえ、ぜひ沖縄に伺ってバニラスカイ生放送をして、でその時はさ、ゲストっぽいサウンドプロデューサーの医師も連れて行って、無理やりね、でギター弾いていただいて生歌とか、まあ、ミニライブしたいですね。でその後ひふみずバーさんでいっぱいお世話になって一緒に喋りたいですね。はい、ねえ、いいですね。早くその日が来たらいいな。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもシノンの声と私の声と、そしてシノンのモノマネ楽しみにお聞きください。お願いします。お願いします。ではですね、まず1曲目、今日お届けしたい曲はマイブルーデイという曲なんですけれども、この曲2枚目に出した CD ミニアルバムダイアリーに収録していたんですけれども、ライブの時はね、ちょっとねテンポアップして、こうさ、あの手拍子とか、まあこうなんていうの、ノリノリでね聴いてもらってたナンバーなので、何よりもね、あのドラムの杉野さんがかっこいいんですよね、ライブの時にね。かっこいいですね。かっこいいですね。なのでね、あの医師に無理やりお願いをしまして、医師のギターも弾き直していただいて、ますますかっこいいギターが入っておりますし、生の杉野さんのドラムが入っているこのニューバージョンをね、お届けしたいなと思います。このニューバージョンは、キス&ハグというフルアルバムに収録しています。なのでぜひね、その違いも楽しみながら、どっちもいい曲なんでね、聴いてください。では、しーちゃん曲紹介お願いします。お聴きください。マイブルーデイ。涙もっと
今日ゲストっぽいイッシーが遠いところから見てるんですよ。イッシーこんばんは。手振ってます。イッシーがね、杉野さんのドラムだけじゃなくて俺のギターも褒めろみたいなね圧をかけてましたので、ね、皆さん今日はですね、ピーセスオブハートという曲を次にお届けしたいんですけれども、この曲のギターはピカイチです。これは間違いなくピカイチです。なのでちょっとこの曲長めにねお聴きいただきたいなと思って、もう早速お聴きいただきたいと思います。もうギターソロはないんですけれども、大サビのところとかもうギターと歌の掛け合い最高なんで一緒にどんだけ私はゴマを吸ったらいいんでしょうか。ではお聴きください。マイブルあおい知らんマイブルーレイは今届けた。やっぱり14歳はまだゴマが吸えない。じゃあしーちゃん、きちんと曲紹介をお願いしましょうかね。はい、はい、お聴きください。ピースオブハート。朝焼けを映したあなたと肌寄せ合い、言い訳を探し空を見上げた。あなたと歩む日々はどんなに素敵だろう、そう思うたびに目をそらす。色のない朝を繰り返し見つけたものは、無邪気な笑顔と変えられぬ想い、すべてを壊して初めて風が誘うから、もう少しだけ言い聞かせて委ねてみるの。別れも出会いもあなたへと続く一つの奇跡になるはずだから、なる体温に包まれるたび失ってく。綺麗な言葉を並べて過ごしていても、もう戻れないの。あなたのいない
高だね最高じゃないのしーちゃん。間違えましたね。いや長いものに巻かれる時代はもう私のところで終わったということで一子いかがでしょうか。最高でございますね。いやでもねあのフルアルバムのねキス&ハグを作るにあたって今まで出した曲を収録するときにはこの曲はこうやってこだわってこの曲はもう以前出した CD の時でも完成形だと思ってそのまま収録したりとかね、まあ、とにかくね私の思いがいっぱい入ってるんですけれども、でもねこの間ほら8月1日からアイドルデビューしたじゃんママアイドルになったでしょ。はい、ずっと言ってます。うん、ちゃんと証拠の動画もあるからね。え、見ました見ましただってさもうアイドルのさ何そのまた始まったみたいな顔は34歳アイドルデビューですよ。ちゃんと聞いてますよ。聞いてる、うんうん、14歳は今からですけどね。34歳はもう終わったかと思いきや始まったわけですよ。アイドルになる気はないんですけどしーちゃんが、はい、あでもアイドルを推すことはします。あそうだよね。 それは先週皆さんに紹介したんですけれども、だって BTS 大好き嵐大好きとかね、そうそう大好きなんですけれども、うん、その中にヨーコというアイドルも加わりましたね。おい顔ラジオですからちゃんと喋って表現してください、まあねしょうがないじゃん、お母さんがアイドルになったわけよそしたら応援せざるを得ないでしょう。いや応援せざるを得ないっていうかアイドルになったお母さん、うんっていいんだって、うんでいいんだって、でうん、うん、でしょ、うん、そしたらママの曲にアイドルに合ってるなんかアイドルっぽい曲があるかどうかっていうのを考えないといけないじゃん。分かる。あんまりない。あんまりない。そう、ちょっと恋愛っぽい曲ばっかり。そうなのよ。でさ、いや自然とねこの間思ったのマイブルーデーとかあとラブ I fall in love with you とかさ、ああいう曲ってアイドルが歌ったらアイドルの曲になるなって思ったわけ。わかります。なんかでもママが歌ったら、そうなのよ、大人な曲になっちゃうのねそうなんですね。そう、そしたらちょっとなんていうの、あ私今からアイドルの曲を作りたいなって思ったんだけど、結局歌う人の問題だからまあそれが言いたかっただけなのよ。わかる、わかります、うん、BTS の曲だってママが歌ったらさ BTS じゃないじゃん。あうん、母ちゃんになっちゃう。そうで、シノンがさ歌ってると可愛いなんか女の子の歌じゃん。あわかる、なんか聴いてるとね、はい、だからどの曲も誰が歌うかで表現の仕方とか見た目とかさ、こう感じ方、感じさせ方が変わっちゃうからさ、うんうん、難しいものとか無理なものは無理なんだなとまあそんなことをちょっと考えたわけですよ。で何どうしたんですか。でまだアイドルになる母に対して反抗して反抗したいところかな。また来週反抗しますあ、来週で思い出したそういえばしーちゃん例のモノマネコーナー行きますか。いや、モノマネコーナーもうちょっとだけ、もうちょっとだけ夏休み、まもなく終わりますよ。もう半分来ましたからね。いやいや、まだまだまだあと18日19日ありますわかりませんよ、そんなに長くは残ってませんよ宿題も早くせないかんし、モノマネも練習せないかんですよ。いいですか。宿題をしながらモノマネ練習します絶対何にも頭に入らないよね、うん吠えていながら、あれ、ここだったっけ。ちょっと似てたよ、今。いやいやいや、せーの、ほほいやっぱりシノの声になります最近私ね、あの YouTube をさ、あんま見てなかったんだけど、うん、家族で YouTube してる人が好きで、あー、うん、ね、あの、うん、江原正宏とかあと、なんだっけ、梶原うんうん、うん、とか、あと、なんだっけ、いろいろ、いろんな人がしてるよ、家族で。中里さんとか、うん、中里さんはもう あの旦那さんもさ、中尾さんもしてるから、どっちもほら、息子のトカゲくんが出てるじゃん、まあ、それかわいいよね、あれね。いや、すっごいなんか、最近ママが中里さんの真似をして。中里さんね。中里…え中里さん。中里さん、うん、ああそうなんですね、うん、で、そのずっと真似をしてるんですよ。で、起こしに来た時も、まあ、ほぼ自分で起きるんですけど、起こしに来た時も中里さん。そうそう、ほら私だったらハッピーです FM ギノワンをって始めるでしょ、はい、あんな感じで、私も YouTube とかあの SNS にアップするときハッピーですって、今日はなんとかですって言って話をしてるんだけど、その冒頭のハッピーですって私が使ってる感じのやつを中里さんがあのね言ってるね、うんうん、それを、いや私はやっぱり好きな今。いや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 、絶対好きな。3、2、1で始まるのでいやいや、それでは行きます。無理無理、知らないもんみんな。いやいや、YouTube 見てください
3、2、1、どうぞ。こんにちは。ちょっと似てない。いや、似てる、似てる。似てない、似てない。もう一回。もうちょっと待って、もう、私も夏休み中練習してきます。恥ずかしいから。恥ずかしい。まあ、そんな感じでね、最近モノマネブームを家でしてるんですけれども。まあ、ちょいちょいね、なんか勝手にモノマネ習得したらなんか見せつけてる、聞かせつけてる感じではございますけれどもね、はいはい、まあここら辺で今日の最後の曲お届けしたいなと思います。しーちゃん、曲紹介お願いします。それではお聴きください。マニラスカイ。言葉ってさ、すごいイントネーション、なんていう、イントネーションじゃない、方言か、わからないよ、一回ですね、投げ銭ライブとしてバータグというところにお邪魔してね、ライブをさせていただいた時があったんですよ。次の日に与論に行かないといけないから、本当は寝るだけの予定だったけど、知り合いのところ紹介するよって言ってくださった方がいて、で投げ銭ライブさせていただいたんですね。でその時に比較的層が若かったんだけど、喋ってることが、言葉がね、たまにお客様から若い方でも分かんない言葉があった。それはちょっと印象的でした。だから私の言葉も結構なまってるって言われてさ、何言ってるか分かんないって言われるけど、まあ、単語のさ、イントネーションが違うだけで単語は分かるじゃん、日本語を使ってるから。でも沖縄ってそもそも日本語の単語じゃない言葉を使われたりするじゃないですか、もう方言自体が、憶測が立たない、そう、わかる、わかります。で、なんか地理の、学校で社会の地理の授業の時に、多分一番最後か、最後らへんの時に、その日本の方言についてを、なんかの 東北とか、北とか南とかの方言が違うみたいな話があって、それでなんかいろいろ勉強したけど、社会がすごい苦手なので、覚えてないんですけど、覚えてないんかい。また1週間きちんと勉強して、お、次は方言の違いについて発表しますか。はい、発表したいと思います。はい、さらっと言ったね。
社会が苦手なんで、本当勉強終わるかね夏休み。終わります。終わる。まあでもね、こんなねしーちゃんですけどね、もうちっちゃい時から宿題終わらなかったらね、泣きながら学校に行ったりしてたんですよ。ママ寝ちゃった宿題が終わってないで、いやいやもう怪我して登校したらいかんから、もう先生にもごめんなさいって言いなさいとかね。そうそう、もうそしたら帰ってきた時にママ大丈夫だった、宿題ちゃんとしたよとか言ってねもうね、忘れ物してもママ忘れ物したでもよく泣くんですよ、自分が悪いのに学校に行ってる途中も忘れ物に気づいて、どうしようもういいやって思って最後泣いてるんですだけどね、忘れ物はほとんどしないし、宿題もしていかないってことがないよね。ない中でたまにそういうことがやっぱ人だからあるとさ、マメって泣いてさ、どっからその声出てんだって感じで可愛かったけどね。最近中学2年生になって日記が思い浮かばなくて、うん、だからこの前中1の時に、うん、あのお母さんに、うん、私の日記を書いてって言われたので書いたの、書いたり、うんうん、まあそう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 、あのあだったよね、あの耐熱グラスがあって欲しかったけど我慢してたのがとても安かったので買いましたという母の日記とかねそしたら先生がね、あの私も欲しいと思ってましたって言ってきたりねもう主婦ネタですよね、先生とはね、まあ、そんな感じでね、何でもいいんだなって思って、そうそう、まあ、普通に書いてる気がします。大事ですよ、うん、皆さんもね夏休みこの時期に初めてはいかがでしょうか、一言日記、うんうんうん、私は自分は始めずに娘の日記帳に自分の日記を書きたいと思いますいや絵日記をしたらいいと思います。まあね、絵日記大事だよね、うん、では皆さんここでお願いがございます。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛にお願いいたします。絵日記を書くように皆さんメールに思いを込めてお送りください。お待ちしてます。なになに、今合わせて言ってくるよとでしょシノンも待ってますよ可愛かったね、おいなーって言ったちゃんと皆さんにお願いして、はい、お願いします、お願いします。では皆さんも今週めちゃくちゃハッピーでいてくださいね。シノンもですよ、はい、宿題に追われながらもハッピーに過ごしてくださいねはいあでもね、あの九州大会への切符を取ったりとか、はい、今年の夏は音楽頑張りましたね、はい、最近音楽大好きそうですね、うん、大好きですね、ね、よかったですね、大好きですね、大好き、大好き大好きって誰だまあね、そんなあのおじさんみたいな中学校2年生のシノンもほぼレギュラー、まあ、準レギュラーみたいな形で、そしてサウンドプロデューサーの石井はまだゲストっぽいということで、うん、ね、これからもバニラスカイは皆さんに愛されて成長していく番組なので、これからもいっぱい聞いてください、お願いします、お願いします。では今週も皆さんにとってめちゃくちゃハッピーでありますように祈ってます。せーの、バイバイハッピー。